シードコブスチャンネルのうねさん。うねでーす。はい、で今喋ってる私は太田です。はい。うねさんですね。はい。今1週間ダイエットというものを挑戦させていただきました。はい。はい。はい。1週間ねダイエットするっていうこの中身ですね。簡単に言うと16時間食べないで8時間は食べていい。Yes。食べていい。食べていいっていうのはどのぐらい食べていいんですか？私がしたものは、はい、好きなもの食べていいっていうルールにしました。はいはい、種類は別に関係なく。そう、炭水化物も食べるし、うんうん、焼肉食べ放題も行ったし、うんうん、カレーもうほぼ外食、忙しかったから。そうだね、食べてたね。そうで、お酒も飲んだし、うんうんうん、本当に食べてる時間はストレスがない。本当ね、8時間好きなだけ食べてたもんね。めっちゃ食べるの好きだからそこ制限されたらもう無理よってなって。いや、ちょっとね、僕もこれダイエット企画 やり始めて、うん、そばで見てたんですけど大丈夫かこれと思いながら、うんうん、ちょっとヒヤヒヤしてましたけどね。そう、結果どういう感じになったんでしょうか？結果は一応マイナス4キロ。すごい。どうにか頑張ってもないけど、まあ、頑張ったといえばその食べないことを頑張ったぐらい、うんうん、あ、完食をしないっていうことか。そう、この16時間の間はもう、うんうん、とりあえず水分だけ、うん、水分だけ水、うんうん、お茶をメインで飲んで、ちょっと、はいはい、味が欲しいなってどうしてもなった時は、うんうん、インナープロテイン。あ、プロテインね。そう、インナープロテインを飲んで、はいはいはい、寝る前の空腹とか、うんうん、そういう時にちょっとガクガクっといただいて。空腹で寝れない時あるからね。そうそうそう、ダイエットがね一番ストレスよ。眠ることも食べることもできる。いい食10あおいいのやつのいいと食をね奪わ、あ違う、ん、いいってどこにあるの？ミンと食って大事だから、そこも奪われてしまうのよ、ダイエットって。どうしてもそういう面で、そのインナープロテインを飲んでどうにかちょっと空腹を紛らわしたのと、あとは私のマイルールで青ジュレっていうものは、うん、この16時間でも脳幹でちょっと間食として、ちょっと気持ちをそこで逃がして、どうにか1週間続けれました。味がねちゃんとついてるもの食べれるっていいよね。そう、そこでさ水とお茶制限したらもっと痩せると思うよ。でも無理なのもうやってみてみんな大変だから確かに何も食わないのはきついと思う。そう、だからそういう意味では1週間は本当にストレスなく4キロ落とせたなっていうのが正直な感想です。うんうんうん、空腹の時って何がきついかって、口に何かね物欲しさというか味がないからね。そう、もうカラッカラよ、水飲んでもカラッカラもう砂漠かよって思うもん、うんうんうん、口の中。もともとめっちゃ食べるから、うんうん、でめっちゃお酒も好きだから、そういう面ではやっぱこのいくら食べれる8時間内でもそこ制限をされるともう多分続かなかった。ちょっと、まあ、どうしても外でお付き合い、うん、仕事のお付き合いとか外食をしなきゃいけない時とか、飲みの場でちょっと遅くまで、うん、飲食をしなきゃいけないというタイミングでも1日ぐらいだったらそれをしてもガッてリバウンドはしないらしい。あ、なるほど。でだけどまた翌日にこの16時間置いたりちょっとずつ調整することでキープできるっていうのは聞いた。あ、なるほど。つまりじゃあ普段の生活でちょっと食いすぎたなって時は、うんうんうん、翌日16時間空けとけば、うん、そう、まあ、少しはチャラにできるというか。そう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 、そういう面では自分のライフスタイルに合わせれるから、朝ごはん食べない人は昼スタートで数えていいと思うし、そういう面では楽だなと思った。いや、素晴らしいですね。はい、頑張りました。今後続けるかは分かりません分かりません。でも、ね、せっかく痩せたから本当体重マックスだったから、うん、お腹が、うんうん、ビフォーを乗せときましょうね。いいけどまあまあ、もっと痩せた姿をねこの夏にでも、また今5月だから、ね、6、7、8、うんうん、7、8ぐらいではちょっといい体型をそろそろ見せれたらいいですね。もしこのまま続きがなかったらリバウンドしたと思っててくださいいや、僕もちょっとダイエット企画やってみたいと思います。ぜひ、はい、1週間やる気スイッチオンで奥さんだけねこうダイエット頑張ってるってなんかちょっとね、うん、僕もサポートの意味でも一緒に頑張ろうと思います、うん、僕ね最近ねちょっと太ってきたせいで、まあ、いびきがちょっと
問題でなってきまして私は何も言わないよ、ここでは何も言わない僕のいびきでね、やっぱ起きてるなっていうのを感じてるので、うん、まあいびきを治すにはダイエットだっていうのをよく見るので、うん、これを機にちょっとダイエット頑張りたいと思います。楽しみですね僕もじゃあビフォー撮っときましょうね。そうだね撮って撮って1週間僕もじゃあ最速で痩せる方法を見つけて頑張ります。はい、楽しみにしてましょう。はい、ではまた解散